ホボスとダイモスの軌道ホボスとダイモス火星の衛星では火星が持っている二つの小さな衛星ホボスとダイモスについて述べる。これらは小惑星が火星の重力場に捕獲されたものだと考えられているが地球の衛星である月と同様に巨大衝突によって二つの衛星が形成されたという説も存在し起源ははっきりしていない。二つの衛星は いずれも1877年にアサフホールによって発見され、ギリシア神話に登場する軍神アレースの息子、ポボスとデーモスにちなんで名付けられた。アレースはローマ神話では戦争の神マルスとして知られている。これら以外の衛星を探すために多くの観測が行われた。十一世紀初頭にはスコット・エス・シェパードとデビッド・シー・ジュイットが火星のヒルキューを観測したが、 23.5等級より明るい衛星は見つからなかった。火星の表面から見る衛星ホボスとダイモスの運動は地球の衛星である月の運動とは非常に異なっている。ホボスは西から登って東へ沈み11時間後に再び登る。ダイモスは火星から見た正式軌道のわずかに外側を回っており東から登るがその運動は非常に遅い。 ダイモスの光点周期は30時間だが、西の地平線に沈むまでには2.7日もかかる。これは、ダイモスの光点が火星の時点から少しずつ遅れるためで、平均して約5.4日後には再び昇る。どちらの衛星も火星の調積力によって時点と光点が同期しており、常に火星に同じ面を向けている。ホボスは火星のよりも早く天しているため、 超積力によって、ホボスの軌道半径はゆっくりと、しかし確実に小さくなっている。未来のある時点で、ホボスは、ロッシュ限界を超え、超積力によって破壊されると考えられる。火星の表面に残る多くのダインクレーターは、過去に、ホボスのような小さい衛星がいくつかあったことを、示唆している。一方、ダイモスは、軌道が十分に遠いため、 その光天軌道はゆっくりと遠ざかっている。火星の赤道付近から見て、ホボスの角直径は8分から12分で、地球から見た満月の3分の1ほどの大きさである。赤道から離れたところからは、さらに小さく見える。また、極付近からは、地平線の元に隠れて見えない。ダイモスの角直径は、約2分で、地球から見た金星より、わずかに大きい程度である。 これに対して太陽の角直径は約21分で遥かに大きい。したがって火星では衛星による回帰日食は起こらず、その代わりにホボスの太陽面通過やダイモスの太陽面通過といった現象が起こる。一方、火星によるホボス食は頻繁に起こっている。1950年代から1960年代にかけてホボスは 中空の人工天体だという説が提唱されたが、後に否定されている。火星に衛星が2個あることを最初に予想したのは、ヨハネス・ケプラーである。ケプラーは、地球、火星、木星の衛星の数が、等比数列を成しているとして、火星の衛星が2個あると結論付けた。もちろん、これは間違った推論であり、結果的に、火星の衛星は2個であったが、 その前提となる木星の衛星の数は当時知られていた4個よりもはるかに多かった。なお、1726年に出版されたジョナサン・スウィフトの風刺小説ガリバー旅行記や1752年のボルテールのミクロメガスなどでも火星は2個の衛星を持つという設定になっており、ケプラの説を参考にした可能性がある。また、ガリバーでは 実際のフォボスとダイモスに比較的近似した軌道を持つことになっている。これらの作品により、ダイモスの2つのクレーターには、スウィフトとボルテールという名前が与えられている。ありがとうございます。